ビタ合わせ着地は低く、ここにしかないぜ折れないリアル、声を大にして叫ぶぜビガー。猫が大好き43歳チョコバニラボール、アラインチャンネル略してごちゃんに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 ゃん。夏です。梅雨明けがものすごい早かったんですけど、梅雨明け宣言したら梅雨がやってきたっていうね、そういう、日本異常気象。地球はどうなってしまうんだ。今日はですね、まあアドバイス系な動画ですね。スピン中にグラブができない人が多いんですよ。特にあのバックサイドのウェドルとかフロントのインディとか、あれができない人が多い。なぜかを今日は説明しますんで、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあね、まず最初の1個は、伸びすぎでグラブができないパターンがこちらです。というようにですね、伸びすぎちゃうと遠くなりますグラブ、はい、なんでやりづらいから、構えてる時の姿勢はある程度低めにして、伸びきらない各関節の屈曲が全体的に残ってる状態での範囲で上に飛ぶっていう感じだとしゃがみやすくなります。これがビキーンって全部直立してしまうと、ここから折るっていうのは結構エネルギーがいるので、特にね、男の子たちはみんなあのとにかく高く飛びたいってみんな思うから、そうするとすぐビヨンって伸びちゃうんで、それ気をつけてくださいということで、伸びきらないが一つ、はい、で続いてが膝入っちゃうパターン。こいつが多分一番多いんですけど、今この現代は多様性社会といって、私が良ければいいんですっていうのをいう文化なんで、あのイケてるイケてないっていう 判定はしていいのか分かんないんだけど、グラブとして判別で良しとされているのがスノーボードって、この間です、バインの間のこれか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 みたいな間なんですよ。ここのここなしです。でノーズとテールみたいなのはこの接接してないエリアを掴むのは OK です、がいいです。だからここなしなんですよ、なし。外人のそのグラブガイドとかのやつを見ても、ここ掴むのはティンディーグラブかっこ笑いみたいな、あのなんかそんな感じになるよ。こういう名前ついてきてるのマジダセーからなっていう、そういう感じの表記になってるんで、このエリアはまあ基本的にいけてないんですよね。であとはパイプだと結構認められてるんですけど、これ特にフラットスピンのグラブだったらもうきっちりここに腕を通す、ね、両膝の間に腕を通しましょう。なので、そういうパターンの膝入っちゃう系の動画がこちら。なんかもう この辺なのか、もうよく分かんないとこ掴んでるんですよ。どっか掴んでるなみたいな感じなんで、はい、これのいけてない感じになっちゃう理由は多いんですけど、ちょっとなんかグラブの基本がもう抜けちゃってる人っすね。グラブっていうのは基本的にコンパクトになることが大事なんで、ストレートでこうやってインディしようとする人いないじゃないですか。でもなんかスピンになるとこうやってグラブするイメージばっかしちゃうんですよ。ここ高いとグラブはできません、ね、これ折ってこうやったとこで実際ここまでしか手いかない人は実際技やった時空中だとこの辺ぐらいまでしかいきませんので、しっかり畳まないといけないんですよ下半身全部。
畳んだ上で上半身も畳んで全部畳むと板が近くなりますっていう感じなので、はい、全部畳みましょうってことで、で膝が入っちゃう人はこう抜けた時に、まあ、その掴むだけしかないから上半身畳むとか下半身畳むとかもないんで、こう開いたらとりあえずこいつだけ持ち上げて掴もうとしてるんですよ。そうすると膝入っちゃいます。バックサイドもそう、こう入れたらとりあえずこうしようみたいな感じになっちゃうんで、それで掴めなくなります。膝入りはいや、いいんだけどね、いいんだけど、ちょっと内心あ、内股になっちゃ、内ってるわあいつっていう風に見る人はいます。一定数います。よっしゃ、そこで、じゃあナミ君次何やんの？ B3 をやるの。じゃあちょっと一本取って、GoPro だからちょっと寄っても見えないと思うんですけど、グラブ届いてません。なんでかっていうと、彼もまた今これだけでいったの。ここ高いのよ、ケツ落とさないと、ケツが近くないとダメなの。じゃあ、今度はちゃんとグラブができてるパターンをやりますので、そちらをご覧ください。どうぞ。実際さっきこんぐらいお尻落とすんだよってやったんですけど、実際多分こんぐらいだと思うんですよ。はい、だからここまで落とすつもりでやっとこのぐらいだから、ということで並木くんケツが高いです。グラブのお尻をしっかりちっちゃくなる、これ入れて手だけで取りちゃダメだ、そうちっちゃくなる。はい、さあどうでしょう。ほらね、ほらバックファイブグラブできたのかちょっと分かんないけど、やっぱ良かったと。まあそういうことで、なるべくこう上半身だけじゃない、下半身もコンパクトになりましょうっていうのが大事なんですけど、あとは膝が入っちゃう人が理解してない体の作りなんですけど、これね、体のねじれっていうののものを上手に使えてないんですよ。どういうことかっていうと、最近よくみんなに説明してるんですけど、こう直立しますってなると足って胴体の下に生えてるじゃないですか。下から生えてますよ、ね、うん、当たり前ですけど、はい、だけど肩って胴体の外にあるじゃないですか、横にあるじゃないですか。あ、確かにですよね。だからこのままの感覚でしゃがむと腕って絶対足より外に来るんですよ。なるほど、はい、そうですよね。じゃあこれがスタンス幅になったところで、大体みんな肩幅ぐらいみたいなことで取るわけじゃないですか。だから胴を下ろしたところで足にぶつかっちゃうんですよね、そのまま下ろすと。でスピンはみんなイメトレでは大体理解してると思うんですけど、でフロントであればこういうひねりをするわけなんですよね。あ、このひねりをしてこの肩が両膝とか両足のこの間ラインに、このエリアね、このエリアに入ってくると、下ろした時はもう自然と足の間に入るんですよ、腕が、はい、でそれにはしっかり肩や胸、いや胴体の上側からひねりを作っていかないといけないんですよ。はい、で、フロントで膝入っちゃう人バージョンはこのひねりを上手に使えてないんで、こいつ開いた瞬間に腰まで、つまり下半身まで同時にこういっちゃうんですよ。全部ねじっちゃう。そう、全部ねじっちゃう。だから全部ねじっちゃうと、こうある体が全部ねじったとこでまたここに来るんですよ、足が。だから膝が入っちゃう。だから必ず上半身と下半身でちゃんとねじれてますよっていうのを作ってテイクオフしなきゃいけないっていうのがあるんですよ。よく多いのがフロント入れるときに、これ入れた瞬間に膝が入っちゃう。そうするとここに来るから、こう入れた時に残さないって。
こう掴みますでこうじゃないですか。だからインディーをしてるときっていうのは膝って胸側、いや上半身の前面側にあるんですけど、右足ってこっちの裏なんですよ、背面側にあるんですよ、背中側に、はい、背中側で足引き上げてるってイメージないでしょ君。あなたもないでしょ。来た、来ないかなと思ったのに今。こいつはここでいいの。でもこいつはこの辺に引き上げるイメージであげないと、うん、間に入らないんですよ。バックサイドです。こうなんです。これを入れるんだけど、明らかにこの膝よりも肩が入る。で、掴むっていう感じなんで。で、顔の向きはあんまりこうピューンってやらないから、こういうイメージだ。通常、顔面にとっての右と左にあるこの肩が、前と後ろに来るみたいなイメージでやるとここに来やすいんですね。グラブしてる時に多分いい形してる人っていうのはこの形なんですよ。しかもこれで行くと肩がここにあると、今これでさ、この肩がここにあると膝ぐらいまでしか手が引かないでしょ、はい、この高さなんだけど、肩がここに来ると腕って伸びるの、はいはい、よりグラブって掴みやすくなるから、こういうひねりを作ってあげないとよりグラブは遠くなっちゃうんです。そういうことで、その上半身のひねりを上手に作りましょうっていう。でもこの腰で回しちゃうっていうのは結構衝動的に勝手に起こっちゃうんで、抑えようと思って抑えるのめっちゃ大変なんですよ。それは結構練習がいります。でもこの膝入っちゃうのとか直せないって人は、フロントスピンのインディーはやりづらいし、バックサイドのミュートもすごいやりづらい人です。やりやすいグラブは、回転方向と逆、この回転だとしたら、逆方向に上半身をひねって掴むには、ミュートグラブ、フロントスピンで言うと、ミュートとか、スペイルフィッシュとか、バックスピンで言うと、インディーとか、メランコリーとかが、腰で回しちゃう人のやりやすいグラブなんですけど、腰で回す人たちは、苦手グラブができちゃうんで、まあ、基本的にはこれで作っていった方がいいですよ。次にフロント5のミュートやるんで、ワイドベドルイメトレでこうしてる時にちょっと自分の後ろ足を見てみてもらって、これ入れてる時に一緒にこいつが同時にスッて入っちゃう人はインディーもう向いてないんで、もうミュートにしてください。私じゃないですか。それかこれ入れてる時にここに膝が残るように直してくださいいう感じです。でもこれ結構な人なるからね。俺もなってた、去年1年かけて直したみたいな感じだ。これなっちゃう人はミュート、はい、じゃあこれやります。なんでミュートになっちゃうかってことなんだけど、これ入れるときに一緒にこれ入れちゃってるわけじゃない。でこのまま下半身は回したいわけ。回したいと上半身ってこの足場がなくなるとこうなっちゃうの、上半身戻るわけよ。だからそうするとこの回転を引っ張らないタイプの、回転と逆方向に残したグラブがやりやすくなるということです。はい、さあ入れて抜けます。まあこういうことです。腰で回しちゃう人は回転方向と逆向きに掴むグラブ、腰じゃなくてね、上半身の胸から回せる人は、全部できますという、お手本でした。なんとなく今まで鋭意でブーンって振ってたスイングとかを全部こう上から丁寧に振っていけるようにしましょう。もう一個だけあったわ。よくみんな抜けを待ってって言うじゃないですか。
抜けを待ってっていうよりもまず大事なことは、リップの頂点までにこのねじれが正しく入った形で抜けていきますよっていうのが大事なので、例えばギリギリまで抜け待っちゃうと、もうこれを丁寧に作る時間が残されていない。でこれリップテッペなんですが、もうこの辺でゆっくり作っていけばいいものを、この辺まで待って待って待って、もう微動だにしないでずっとテイクバック取りっぱなしで、ここからここのコンマ 0.0 何秒とかでこれ丁寧に作るの無理なんで、上りながらゆっくり作っていきますよっていうのが大事です。で抜け待っちゃう人に多いのは、待ちに待っちゃうと短い時間でたくさん動かなきゃいけなくなるんで、短い時間でも瞬時に力が入りやすいパーツから動くんですよ。それでどっかっていうと、スピンの土台になってる足場に近いとこから順に動いていくんですよ。だから待てば待つほど上から作っていかなきゃいけないスピンが下からドンって入れ始めちゃうんで、抜けの待ちすぎも良くないです。こういうのを上りながら丁寧に作っていく、でも板がまっすぐ抜けますよっていうライン取りとか体の体さばきとかを作れると、本当に上手な板はまっすぐ抜けるスピンっていう形になりますので、待ちゃいいわけじゃないってことを覚えててください。はい、以上です。わかったかな。はいはい、じゃあね、最後一回やってください。さあバックサイドですね、バックサイド、あーバックサイド72のね、ウェドルグラブね、バックサイド、彼がね、私のマナデスである少年ですね、夏休みということで、まあやってちゃんと正しい動きができればバックセブンとか高回転しながらでもグラブがしっかり取れるということですね。以上、なぜ私はスピンでグラブができないのかでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。伝えるなけりゃいつかは退屈、死ぬまであげろナイスなバイブス。